どうもパンプキンです。駅ではなく浜辺に来ております。海の上に湧き上がる入道雲。心地いい風と波。そして浜辺ではしゃぎ回る子供たちの声と姿。いやー、綺麗な風景だと思います。ここはどこ？さっさと駅紹介しろよ。はい、本題に戻りましょう。今回は外房線の勝浦駅に来ております。土休日限定の特急新宿若潮号グリーン車に乗り、海沿いから副都心の新宿まで旅してみたいと思います。駅の中に入ると右側にピアノが設置されてあり、誰でも気軽に弾くことができます。改札階には券売機と緑の窓口、待合室に自動販売機、ベンチと至ってシンプルでした。また勝浦といえばビッグひな祭りが有名です。それを示すように改札内には、ひな壇のディスプレイが設置されています。中に入って近づいてみると、ひな壇が3つあることがわかりました。新宿若潮号は3番線に到着するようなので、早速降りてみましょう。お、向かいの2番線に、255系が止まっているようですね。この列車は勝浦と隣の若潮11号です。ちょうど車内清掃を行っていたところでした。1993年の登場から27年経っていますが、やはりこのデザインは結構目立つと思います。私も気に入っています。停車していた255系に見惚れていたら、電車が来ていました。255系は房総地区で運用されていた183系の置き換えとして1993年7月2日にデビューしました。房総ビューエクスプレスの愛称を持つ255系は JR 東日本の特急車両で初めて VVVF インバータを搭載しました。よし、それでは乗り込みましょう。車掌邪魔くせー。てことで隣の5号車から乗ります。90年代の特急グリーン車は2プラス1配列が基本ですが、定員確保の観点から255系は2プラス2となっています。座席は前側の 2A を確保しました。トンネル内で暗めですが座席を見ていきましょう。シートピッチは広めではありますが、長身の方はヒーター機器が少し引っかかるかもしれません。フットレストは表裏が一体となっていました。座席モケットは上半分がインディゴに下がグレーです。普通車も同じ配色となっています。荷物棚が一部アクリルとなっていて、座席から見上げて確認することができます。忘れ物防止には効果的ですね。ブラインドの色は房総の海をイメージした、ブルーが採用されています。車内中間部に透明なパーテーションが、ご覧になれますでしょうか。デビュー当初はこれを境に喫煙と禁煙座席に、仕切られていた名残であります。横から見るとこんな感じ。背面テーブルも備わっておりますが、これはグリーン車限定の設備のようです。これに加えて肘掛けの中にも小さいテーブルが入っています。ただし表面がフラッ
ットではなく、下に傾いてしまうので使い物にはなりません。また取り出しにも少し手間がかかってしまったので、正直小さいテーブルは邪魔でしかありませんでした。リクライニングは深めに倒れます。誰もいない時に全開で倒すと気持ちいいです。途中の大原駅に停車しています。奥にはいすみ鉄道線のホームがあります。この区間はまだまだローカル色ありますね。なかなか動画では伝わりづらいかもしれませんが、思った以上に車内は揺れています。とはいえ飛行機の中みたいな感じで私は何とも思いませんが、グリーン車のクオリティとして考えると残念です。車両自体が古いので仕方ありませんが、都市部に入って千葉駅に近づいてまいりました。手前の蘇我付近で雨が降っていましたので、雨水が窓にかかっちゃってます。蘇我市場店の裏をゆっくりと左へカーブし、ホームに入っていきます。奥に見えるのは京成市場線のホームです。JR ホームはもう少し先にあります。4号車も若干お客さんが乗ってきましたが、特に混み合うことなく空間保たれています。千葉から先は総武快速線を走行します。錦糸町までハイスピードで京葉道を駆け抜けます。車窓右側から東京スカイツリーも見えてきました。ただいま元八幡を通過中、千葉県内ですが都営新宿線に乗り換えができます。さらに元八幡を発車したばかりの各駅停車を、ぐんぐんと追い抜いていきます。複々線だからこそ楽しめる光景ですね。上り方面千葉県最後の駅、市川を通過しています。ここでは各駅停車と乗り換えができます。市川を通過してしばらくすると、江戸川の鉄橋を渡って東京都に入ります。へ近づくにつれ、ビルとビルの合間を縫うようにゆっくり走ります。ご乗車ありがとうございました。まもなく秋葉原に到着です。ホームライナー千葉や千葉発着のあずさが廃止された現在、秋葉原に停車する列車は新宿さざ波若潮のみとなりました。
新宿に到着する頃にはすっかり暗くなりました。到着後に幕張方面へ回送するので、上りの7番線に列車が入ります。ということで今回の旅は、ここまでとなります。房総地区における優等列車はバスとの競合で、近年では衰退傾向にありますので、この列車もいつまで走り続けてくれるか、不安になってくるところになります。ちょっとでも気になった方は、この機会に255系に会いに行ってみてください。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。